ああ、そう、そういうことね。お疲れです。えい、お疲れ様、ありがとうございます。こんなあるんだ。初めて。これを、もしヨッチが許すんだれば、これ馬ね、うん、馬ユッケね、うんうん、ここに青とビヤーって入れて混ぜる。やりたいじゃん。やりたいっしょ。行きたい、ね。ちょっと、よし、これ、青と、おめえのさ、好きな感じで混ぜてみる。そう、トングでいい。トングでいい。これいいっすか。ちょっと、ヨッチとか調理するの。しのばしたよ、このニンニクだ。ああ、いいよ、いいよ、いいよ。でもうぐちゃ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 。いいね、いいね。うまそうやない。早速いただきましょうか。ニンニクも結構入ってるよ、実は。ちょっと食べてみましょうか。うまそうだ。おぼつかない。いただきます。いいね。結構青通りいったね。おうまいで、うん、うまいで、うまいでこれ、うん、あ、これうまいでこれ、おお、うまいでこれ、おお、うまいで、あ、これナイスやでこれ、これうまいでこれ、たまらんな、じゃあね、それがこれ、ここに来た時に。やっぱりぜひ食べてほしい、うん、一品なんですけど、これですね、きたー、極みホルモンね、これなんですよ、うん、これが半端ねえうまい、ね、これちょっと私焼きましょうか、皮の部分ね、こっちが、まあ、いわゆる内側、外側の部分をで焼くとこれね、マジうまいぜ、これとんでもないうまい、これご飯めっちゃ欲しくなると思う、うまそうだな、これうまいで、ぜひね、皆さんお立ち寄りの時は全部焼いちゃうわ、うん、オッケーオッケー、え、初めからホルモンなのなんて思う人もいるかもしれないけど、これがね、ちょっとたまらんちなのよ、ほんと最高だね、そう、うん、これはね、本当にうまい、目が塩、塩サラダうまいでしょ、俺基本的にね、これさえ食べれるだったらちょっと満足しちゃう、ユッケ、塩サラダ、そしてこの極みホルモン、僕ホルモン職人していいですか、やっちゃってください、はい、多分、うん、美食家のね、うん、そして表現者であるヨッちゃんって分かると思うんだけど、はい、基本的に筋肉は生食はいけないんですけど、うん、実は臓器系とか、うん、タンの方は生食いけますよね、はい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 、で、まあ、ホルモンも、結構、大腸、小腸なんてこう言うから、やっぱ気にする人いると思うんですけど、実はね、割とそんな、焦げ焦げに焼く必要ないんですよね。軽焼きで。そう。ここにやとたまに行くんだけど。ここに？そう。ここにやと行くと焦げ焦げになってくるから。今日久々だよ。そういうことか。半生で食えんの。そういうことか。そう。そういうことか。あいつと一緒にいると焦げ焦げになるから、本当は。だから、なんか、よく焼きじゃない、心配な派なの。もともとその、オニアっていうのが、なんか食中毒のなんか、名前？
なんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、あいつが食中毒がなるのが嫌だから、どんなとこ行ってもよく焼きでっつって。よく焼きで。そうだったんだ。そういえばそうだな。オニアとさ、おめえの前の彼女ぐらいしか聞いたことねえや、よく焼きでってさ。おめえの前の彼女もよく言ったじゃん。そうだな、よく焼き。あの、イカよく焼きでっつって。オニアとおめえの前の彼女しか聞いたことない。もうすんげえ思い出しちゃった、10年ぐらい前なの。これ覚えてるっしょ？で、忘れてたでしょ、多分それ。忘れてた、これ。言われて思い出したわ。そうだよね。なんかよく焼かないとね、心配な人いるよね。もともとな、うん。魚介が苦手な子でな。うんうん、なのに鶏皮カリカリだよね。それ、鶏皮カリカリですよね。だからちなみに鶏皮カリカリとクニクニ派どっち派ですか？そうですね。まあもちろん、どっちもいいのは分かってる前提で。まあ、どちらかとっていうことで言えば、まあ、そうだね。まあ、もう俺ね、結構こう付き合ったよ。それさ、俺もさ、クニクニが嫌いとは言ってないんだよ。決して。あの、細切りにした、もみじおろしとネギダクダクの鶏皮ポン酢なんかもいいじゃん。ああ、わかるわかるわかる。クニクニだよね。そう、クニクニですな。難しいことだな。まあ、カリカリも、本当にレベル高いカリカリじゃないと。なんか、ただ、なんか、焼き切っちまって。ああ、わかる。なんか、なんかね、わかる。それはダメなのよ。わかる。あの、もうこれ、ただの、なんか、揚げ玉やみたいな。そう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 。じゃなくて、何の鶏の旨味ないやん。ないやん。わかる、わかる。それはダメ。さすが美食家ですね。いいね。カリカリだ。おやつだったらやっぱりカリカリだよね。そうですよね。やっぱ、あの、ここがやっぱ一緒に飯食ってて、同じ価値観が認識しますよね。ちなみに、純一は、こういう話が、聞くのが苦手で、俺たちと飯食うのが、ちょっと NG らしいです。はい、NG が、ちょっと。あ、多分で、ここでばあちゃんとか入ってくるとさ、なんかあいつも別に、とんちゃくねえからさ。ばあちゃんはとんちゃくないんだよ。これ、美味しくねえんだけど。クソ覚えたすね。ばあちゃんはそう。俺たちが下包みを打ってる時に、マジーつって。そういう。え、これ、よっちマジーよ。大きな声で言うんだよ。ちょ、俺がヒヤヒヤする。やめてくれ。やめて。声が出てきてる。なんか食えたもんじゃねえやつです。最悪だよ。本当にね。性格がやっぱあるよ、ね。俺もキヤキヤしてしょうがないから。やめてくれやつ。おめえの今のモノマネが似てるわ。本当にマージャンがいるかと思った。マージャン。でさ、ちょっとさ、多分。ネタとかじゃなくて本当にまずいから、よだれ立たれてんだよ、マーちゃん。そうそうそう。ニチャーつって。くっそ似てる、いるかと思った、マジで。あれが、でも、天狗ちゃんらしさだよな。よくさ、久々にさ、これ見てるのは天狗ちゃんのさ、このさ、鼻つまんでこうやってるやつ。やってた、やってた。おかしい。つって。あいつのさ、おへつするやつ面白いよね。あれ、死ぬほど笑うんだよな。今やさ、本当に、今でも思い出す。赤羽とかで二人とかで飲んでさ、なんかラーメン屋に行ったんだけど、ラーメン居酒屋に行った時、ラーメン屋だったかちょっとわかるけど、なんかそこで、ラーメンの店主さんがいるんだよ。このラーメンバッチリ。そうそうそう。俺あれマジでヒヤヒヤしな。俺さ、おめえですらそれヒヤヒヤするから、俺が行ったらマジで俺、もう多分外出てると思う。無理だわ。俺違う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 。違う。え、でも店長ちゃん生に。違う。あのね、ちょっと、持ってる？持ってるっていうか、事実は、こうやって食ったんだよ、こうやって。ズズズっつって。そして、店長に、ズズズズズって、あんまりこのラーメンうまくないっつって。最低なんだけど、マジで。
あれ、俺は、俺、バカ何言ってんだって。あれ、マジでね、どうかしてると思った。おい、お前、どうかしちゃってんじゃねえかって。最低やろ、あれ、どうかしちゃったんだよ、ね。その時、お店の店員さんか店員さんかは、笑ってた。もう痛くねえよ、そんなところよ。よく怒られなかったな。お前何ここよく来るんだって言ったの、その時。うん。いや、初めて来たよ。おい、やめてくれやつね。頼むからやめてくれやつね。ふざけてる。はい。ありがとう。うまいよ、これ。見て、これ。うまいよ。いい焼き加減。うまいよ。ブンブルンだよ。極みです、これが。うまいべ。またどっか行きてえな。そうだね。去年名古屋行ったのがちょうどゴールデンウィークだって。嘘でしょ、もうそんな罰の。あれから、あれ初めてオニアと会った時でしょ？いや、あ、違うか。そうだね。一回なんか遊んだことあったな。かだかなんだか。うん。なんだか、したような気がする。あれから一年だったね。ありがたかるわ。うまかったなぁ、飲み鮮度。俺がそうだ、エアシューターで、あれだ、2万円なくなっちゃったやつだ。あれな。うん、本当に店の人と嫌になっちゃって、まあまあまあね、お聞き苦しいとこをお見せしてすいませんって、ね、でもその後黒人さんにねフォローしてもらったとかじゃなかったっけ、当時そう、ね、配信で言ってたと相手のラグホ教えてもらって、でそこのラグホ止まったらそのラグホもエアシューそうそうそう、もうね、もうトラウマになるはずだよね、もう俺呪いかと思ったよね、本当に。何なんだ、あれっつって。でも、名古屋俺行くよ。今度5月26日に行くからなんだよ。あの、ストリーマーカイドルで。本当にね、純一がね、あの、ポンちゃんにゲーム下手って言ったらイライラするぞって言ってからね、そういう子供がいっぱい集まっちゃった。なんかあるたびにゲーム下手って言えば、喜ぶんじゃねえか、あいつってさ。俺、これさ、マジで毎回思うんだけど、俺もう、ゲーム下手だったら、もう俺なんてな、どういうその表現で表せばいいのかなって。やっぱり俺の中だと、マッチャンとチームはゲーム上手いっていう。多分ね、純一って俺はね、38歳、9歳の平均の、多分ね、あの、上に来たよ。上位多分 2% ぐらいって言うと思う。言ってるわ、マジで。多分。言ってるから。多分。俺だって、その、ね、しかも、その配信ブームじゃなくて、配信とかやってない昔の小さい頃とかさ、あ、小さい頃っていうか、まあ、若い頃とかってやってた時に、やっぱりどうしてもゲーム前とか下手ってあるじゃん、みんなで集まってるのが。で、その中で、まっちゃんと、ジュンは上手い派いたっていう。俺はそういうのがあるから、まあ、俺は別に上手くない派のグループとか、こっちだったし。ウェイトセブンデイズやった時さ、本当、なんかその、心配が勝っちゃった。うん。あ、みんなで、セブンデイズじゃん。もう、そう。もうこの時点で心配が。セブンデイズってなんだっけ？いつのゲーム？わっちゃんと一緒にやってた。何年前ぐらい？先週だよ。あ、先週みんなでオーバーウォッチとかやったの？そう。なるほどね。7割心配。3割、今言ってほしい、ちゃんと。わざとわかんないふりしてねえかなっていう。俺とまーちゃんそこら辺わかるじゃん。おめえがわざとわかんないふりしてる時。いやだよ。じゃあ、よっちゃんほんとするね。マジで。バカなふりするの、ほんと。どっちそれ。シーン、なんかもうね、気持ち悪くて、悩む。あ、わかった。わかった。そうだね。わざともある。わざともある。言わない、そうだね。それは言わないとダメだ。せや。確かに、それは、そうだ。あ、じゃあ、よかった。せやな。じゃあ、よかった。じゃあ、よかった。
確かに、そりゃそう。じゃあ、じゃあ。あとはね、あの、志村けんみたいなボケすんだよ。あ、あんだってえ兄あの、そう。そう。それよっちゃ昔からやる。確かに申し訳ない。あの、なんかね、好きなのよね、個人的にそういうの。あの、ちょっと見苦しいと見えちゃう部分もあるけど、やっぱり志村けんが好きで、そういう、なんかね、あと、あの、なんか、志村けんと、あの、ミスター・ビーンみたいな、はい、コントみたいな、なんか、すっとぼけキャラみたいなのが好きで、そういうのちょっと真似事みたいなことはやっちゃう節はある。わざと。え、じゃあデトロイドはどう？わざと。デトロイトはあれ、真面目にわかんない。真面目にわかんない。ガチでいいんだよ。ちなみに、俺もちょっと見たけど、あ、これ本当によっちゃん分かってないやつ。そうだ、俺、イラつきすぎて、本当に。これ、もう、キーボードガーッやめそうになってますね。ダブル ASB やってんのよ。いかねえよ、ぜひね、よっちゃんコンテンツは、その辺の、これわざとなのかわざじゃないかのお楽しみください。あの、判別の、ね、判別は。それは、答え合わせはできないけど、まあ一応、まあなんか、そういうもんだと思う。今年から配信やったじゃん。今日ね、シグネーターの、撮影してる時に、こういう資料みたいなのが、なんか、よっちゃんのツイッチの登録者数が、河川くんよりも、伸びてた。その、登録者数、推移が。が、2万4000ぐらい。1ヶ月で、確か。その、なんか、やつなのかね、俺もわかんねえ。あれ、そうそう。で、収益化してないんだって。それで。で、サブスクとかもあるけど、結局、それ、プールみたいになってて、あれでしょ？その、自分の懐に入らないみたいな。で、俺と、岸さんで、いや、それはもうしようよ、つって。だって、ね。なんかさ、俺の価値観だと、多分そのさ、すごいわかるのが、その、配信、やらせてもらっててって思うでしょ。で、なんかその、そういうとこに、なんか、還元するのは、ルール違反なんじゃないか。変なよくわかんない。自分の価値観みたいな。なんかよくわからないですかね。なんか、もう、20代の時のさ、ああいう、バカやってた時と違ってさ、嫁と子供がいて、その時間はさ、もちろん、その、夫婦間の中で、話し合いの中で、もちろん、配信してるってのは分かってるんだけど、その時間が、よっちゃんの嫁や子供のためにもなる、みたいな、考え。確かに。うん。そこだよな。視聴者も理解してくれると思うんだよね。そうだね。だから、キスさんも言ってくれたのが、まあ、昔と違ってね、今言ったところね。まあ、そういったのを。やっぱ視聴者の考えも。だって10時間ぐらい配信してんじゃん。なんか24時間しかないんだよ、1日。で、10時間配信して。で、おめえ、この前そうだよ。だって、なんか寝たまま配信落ちてさ。で、俺、嫁から来たんだよ。なんか、どうしたらいいかな、つって。いや、よっちゃん、ね、多分これ寝てるよね、つって。くたばっちまったわ。いや、俺、まあ、でも、どっちにしてもつけっぱなしってよくないなと思ったし、iPhone ってあんなに広いんだな。ちょ、わかんなかった。その、なんか、原因的な子供の声とか。そうそうそう。だから自分がその、使ってるその、なんだろうな、ダイナミックマイクみたいなのを使って配信するとか。拾わないんだよね。ああ、子供も。そう、あんまり。原因とかにも出てくる。そこまで。すげえ拾わなかった。あ、もうやらない。でも、なんか、アイショップスイッチも多分申請してから2ヶ月ぐらい、なんか審査みたいなって。そう。確かなんかあったような気がしたな。ね。そう、サブスクしてくれる人のやつってどうなっちゃうんだろうね。よっちゃんにサブスクしました。それどうなっちゃうんだろう。だからそこら辺、ちょっと書いてあらなかんだよ。
調べるわ、ちゃんと。調べるわ。スイッチに全撮りされるのか、そうすると。だったらなんか、サブスクしてる人としたらまあ、よっちゃんになんか半分いってる方が、なんか納得しそうな気がするんだけどな。5ヶ月配信続けたんだもんな。そうだ。若干さ、若干思った。仕事辞めようかな。配信もっとしたいな。あのね、それは純粋にバロラントをやってたい時間が欲しいからやっていうのこれガチ話なんだよ。でもさ、嫁と子供がいるじゃん。どうしたら。すべてを捨ててバロラント。あ、もうすべてを捨ててバロラントをしない。だけしてたい。バロラントで配信してたい。バロラントって怖いんだな、じゃあ。てかまあ、配信は別にしなくてもいいけど、バロラントだけしてあ、なるほど。もう配信。どっちでもいい、配信は。どっちで。ああ、怖いね、バロラントって。どっちかというと、バロラントで、バロラントをやってる友達と一緒にずっとバロラントしてる。心の声。まあ、実際にはやらないんだもちろん、ね、もちろん、心の叫ぶやつ。もしこう、許すのであれば。そうそうそう。え、じゃあシルバーなの？全然、そう、言ってない。シルバー。なんでこういう話をするかっていうと、俺の、7、8年前、PUBG が出ました。で、俺は、その、仕事辞めようっていう思想はその時はなかったけど、ただ、寝る間も惜しんでやったんだよ。毎日。うん、次の日、7時半に出勤です。なんかちょこっと聞いたことあるけどね。朝の3時、4時ぐらいまでやって、2時間、3時間睡眠で、行く、やっぱ日があったね。そこまではなってない。いや、ない。ちゃんと睡眠はしてる。睡眠はしてる。ああ、よかった。結構自分の中でもルールって、その、配信だったら、多分行っても1時までやる。ああ、うん。次の日が休みじゃない限り。そう。配信だったら多分1時あんまり超えてないと思う。2時まで行ってないとか、配信。配信しながら2時まで、バロランってやってるわ。多分ないわ。それは離婚するわ。俺、だからその、別居中だからね、その時ね。別居っていうか、あれよ。別居っていう言葉だと悪いな。単身赴任中ね。まだ別居はしないのよ。その、単身赴任中の話だから。その後に別居してるから。でも、そういう流れだとさ、やっぱ、ファミジーして、なんかその、なんか離婚したみたいな流れは、なんか言われてるの嘘じゃん。思っちゃうよね、そうやってね。知ってるよ、こっちは。そう思っちゃうじゃん。でもね、違うっつっても、認識してねえの。そうじゃないじゃん。でもね、俺もさ、バカでさ、言われ続けて屈しちゃったんだよ。なんかね、ハイパーゲーム大会第1回目の時に、あ、無事やって離婚してよかったーってみんなの声で言っちゃって、俺もね。あの時俺どうかしてたんだよ。なんかね、パブ G でいろいろ。それも世間に認めさせてるのもんじゃないの。好成績取れてよくて、なんかもう、なんか言わされちゃって、そう。うん、あれ俺がいけないなと思う。かたくなにさ、そこはやっぱ拒否するスタイルでできなかったって、俺の責任だ。それもね、そうだね、うん。周りの認識がそうなっちゃう。しかも、やや受けだった、しかもそれは。なんか、意外とやや受けだった。そうそう、じゃあその爆笑とかじゃなくて、なんか、うわーみたいな感じの、笑っていいのかな、これ、みたいな感じの。マジか、そんな空気にすんのか、これ、と思って。ああいうのってさ、俺、結構その、でっかい大会のやつが、切り抜きみたいなのが、何かしらで流れると、意外と受けることって少ない。なんか、まっちゃんのそれとかもそう。よく俺好きで、フォー君の、なんか、ステージ前の時って、あれ、もう、俺多分、俺一番、あの動画で俺が一番見てるぞ、世の中っていうぐらい見てる。すげえ面白くて。いや、あれさ、ストロークやってないじゃん。あれ実はストロークやるともっとおもろさがわかるんだよな。あ、そうなんだ。あれさ、ザンゲームの技なんだ。あ、そういうことか。そうそうそう。はい。それを真似て前のステージの方に真似て。でもなんかさ、平成のプロレスラーみたいでいいよ、これ。このね。すげえ。
ハテナなんでしょう。あとなんかこう、なんかサムネもこういうやら。最高なんだけど。マジで、あれこそ最高。マジ表現者だよな。うん、あそこだよ、あれは。表現者。そうだな、マジで。実際会場に来てくる人たちのレスポンスめちゃくちゃやっぱ良くて、ちゃんとこう声かけたらわーって返ってくる、思った以上の3倍返ってくる、そうそう、あれはもう嬉しいよね。なんかさ、ああいう場ってさ、お互いバカになったからなんか俺のとこ正解でさ、せっかく来たんだったらなんかもう酔っ払って、その場に酔っ払って楽しもうぜ。俺さ、あの時ってまたもう、あーとかやるじゃん。なんか、わかんないけど、ああいうの場面に、がわかるのって、なんかね。お前いたんでしょその時。え、お前1日目いたんだっけ？いたいたいた。じゃあ1日目って言うと何やった競技だ？ 1 日目。それこそまっちゃんが、なんか、言ってたよ。そうだ。あ、スイカの時か。あ、スイカの時いたんだ。いたいた。あ、なるほど。そう、よっちゃんと、てんぐちゃんを、一人、1演者、2名まで招待席が、設けられてたから、俺、よっちゃんと天狗ちゃんを招待したの。で、どこにいるか、俺、一応探したんだよね。あー。ね、どこにいるか全然わかんない。本当にわかんないんだね、あれ。どこにいたの？なんか、2階席ぐらい。2階だったんだ。じゃあわかんねえ。じゃあわかんねえ。あの時ね、あの時はね、追加できた時、テンパった。そうなんだ。じゃあもうね。どういうこと？じゃあ多分ね、誰も気づいてないんだよ。その誰もってのは俺も含めてさ、俺も気づいてないんだよ。なんか、もう俺、途中諦めてたの。ああ、めんどくせえ、これどうせできねえタイプできたやつ。ああ、いや、って思ったんだ。で、もう、おえちゃんと、あの、ポゴ君が、もう、バーってやってるから、ああ、もう二人でやってくれ、つって。俺とみやこさんはこれ多分一生できねえやつだ、つって、ビャーっつって、もう心の鼻くそをほじりながら、もう俺やってたんだよ。そんな中でやってたら、なんか急にできて、やべえ、なんかわかんないけど、バグでリフしてしまったわ。そうそうそう。おおーって言ってたね、俺のマージャン。うわやべえ、バグでできたっつって。あのね、だからその時に俺が、なんかみんなできたわっていうのは、あれ、俺、120% テンパリモードね、あれ。あれね、マイクパフォーマンスとかじゃないんだよ。テンパってたんだよ。いや、どうしよう、なんて言おう、なんて言おうって。ああいう時さ、よっしゃーとかやった時って、会場の人たちが本当になんかね、いっぱいいるけど、どういう感じに見えるの？誰を見えるの？例えばなんか、お、目の前に女の子が可愛い子がいるな、みたいな、瞬時に思ったりする。あのね、どういう、なんかね、視点というか、逆光と一緒でさ、うん、要は、みんなが見てるところってさ、うん、俺たちにはライトがあるじゃん。はいはいはい。だから、ライトが当たりすぎちゃって、うん、みんなが暗いのよ。あ、見えねえんだ、あれ。そう。だから、ダンジョンに上がって、わーってやってるときは、もうその、光しか当たってないから、みんなが真っ暗。あー。もうほんと、コナンの犯人みたいにみんななってる。そういうこと。まあ、でも、ある意味じゃあ緊張しないみたいな、ね。そう。あのね、だから、正直緊張しないね。そう。全くもっと緊張しない理由が見えないっていうのが。はあ。そう。どっちかっていうと、ほーパソコン席にいるときに、マイク渡されてなんか喋ってくださいっていうときは、みんなの顔がしっかり見えるから。なあ、はい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 。そう。で、手前にいる、人が、マイク持った瞬間に、すんごい見えるのよ。で、すんげえ笑顔で、何こいつこれから言うんだろうな、みたいな顔で、それを俺が認識した瞬間に、やべえ、こいつなんか俺がなんか言うか期待してやがると思って、うん。それは結構ちょっとなんかね、場に飲まれちゃうよね。そうだね、そう。表現としたら、場に飲まれる。飲まれるの。ケシさんも今日言ってたよ。よっちゃんさん。こんな、カセル君よりも、登録者数が1ヶ月多かったなんて、第3回ハイパーゲーム大会あるんじゃないですかって。俺はもう、俺そういうなんだよ、俺ね、ぶっちゃけ言うと俺が、なんか、仕事とかやめて、なんかそういうのを本業でやってとかで、
なんかいい感じになったらあれかもしれないけど、なんだろう、おこがましいわ、俺マジで。あの、それ、なんか言い過ぎかもしれないけど、俺はね、一定のやっぱりね、それを本心でやってたんですけど、やっぱりリスペクトがある、俺。これは俺の考えだな。それに対して、やっぱりなんつうの、取ってなんか言う、出るのはね、ちょっとね、ちょっと、でも、俺、次元じゃないか。勝手に思っちゃう。思ってるよ、感性。なるほど。勝手に。でもし、お話があったら、うちは断る。ここは何なんでそれビッグマさん、人間のクソ欲が、クソ欲が出ちまったわ。クソ欲が出たわ。もちろん断る理由は一つもありませんね。さようでございました。一つもないですよね。ただ、そんなね、そんな話を今日シグネーターでしてきたんですよ。でもなんか出るんだったら、なんか、一瞬だけとか出たいかもしれない。俺の勝手な気持ちで、結婚式のなんか、遠い人から手紙の、モニター越しに 手紙を読む。だから それぐらいいい気がする。違う。それぐらいってさ、なんか、それが、超大物な感じが。あ、そうかそっちの方が大物か。逆になんか、そういうことね。あ、そっか、そっか、そっか。なるほど。確かに、大物だな、難しいな。それってさ、だいたいサプライズじゃん。あお、どうやら、今日はあの人からコメントをいただいてるようです。どうぞ。はい、どうも、よっちゃんです。ビヤ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 。皆さん、楽しんでますか？楽しんだもん勝ちですよ、今日は。ね、こんなね、日にね、みんな来たんだから、楽しんでいきましょうみたいな感じなんでしょ、お前。似てるわ。うっせぇ。ブンブンハロウィンみたいな感じね。そうそう。おめぇ、たまにやるもんな、俺の前でもさ、嫁さんにさ、おいおっぱいを触らせてくれみたいな感じで、本来それで、喜ぶ、男性側のパターンって、やだー、やめてよーってやるとさ、うぃーってなるんだよ。なんだけど、よっちゃんの夢は、は？キモ？無理だし、みたいな感じじゃん。マジでそうだから。で、そういうモードになると、ゴリ押しできないじゃん。みたいな。そう。で、それもいいよな。ちょっと安心してくれよって思うけど、でも、そのぐらいがちょうどいいんだろうね。でも今ほら、今ね、キャバクラ配信行かないかっていう話に対してのコメントなんだけど、でも、よっちゃんの嫁さんの、まあ、本当に真相心理が俺はあんまりわからないんだよ。おなんか、自分の妄想だと、そういう表面的にはそういうこと言ってるんだろうけど、はい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 、だってじゃあなんで結婚したし、なんでこんなに長く続いて遊んでるのっていうところもあるし、旦那のキャバクラ配信してるところ、その、嫁さんがさ、キャバクラ行ってきていいよって言うじゃん。うん、けど、実際それをなんか、目にしちゃったら嫌なんじゃねえかなと。ああ、どうなんだろうね。あんまり、確かにあんまり聞いたことないな。思わねえと思う。あ、そっか、わかんないよね。じゃあ今、いや、じゃあ、今、純一の嫁さん来たから。純一の嫁さんは、ああ、はい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 、配信でしょ？あ、じゃあ行っといでって感じだから、それはわかるの。ああ、そういうことか。さっちゃんの、その、真相心理は、まあ、すべてはもちろん、わかんないけど、まあ、大体なんとなくわかる。はいはいはい。よっちゃんの嫁さんはね、本当にわかんないんだよね。そう。よっちゃんの嫁さん本当にわかんない。へぇー。だけど、そんなよっちゃんの嫁さんと、日曜日の町田日曜日、うん、よっちゃんは酔いつぶれて寝てる、ソファーで。うんうん、で、俺とよっちゃんの嫁、そしてよっちゃんの子供が起きてて、うんうん、よっちゃんの嫁に公園行ったんだよ、うん。まっちゃん、もしよかったら一緒に公園行かないっつって。うん、え、うん、息子が多分公園好きだから、一緒に行こうっつって。うんうんうん、工場行こうか、うんうん、で、よっちゃんの息子とよっちゃんの子が手つないだ、うん、
で、よっちゃんの息子の右手が、フリーだった、で、俺がテクテク歩いてたら、まだ2歳になってるかなってないかぐらいで、手をこうやって俺に、ベーベーベーで、3人で、歩いてた。で、嫁ちゃんさ、その、あざといとこマジでないから、本当にクールだから、そんなクールの嫁ちゃんが、なんか、まっちゃん、パパみたいになっちゃったね、さ。俺ね、その時ね、ちょっとね、なんか、ありがとうございますって言っちゃった。ちなみに、俺が同じ立場だったら、そういうのあって、勃起しちゃう。そういうのはね、さすがに。そういうなんか、さすがに、ちょっとね、そう。さすがね、さすがね、さすがね。そういうのはね。ちなみに、よっちゃん本当に寝取らなの。一回ね、本気かどうかわかんないけど、本気に相談されて、なあ、できることならさ、嫁とエッチしてくれたら嬉しいんだよ。ちなみにしてませんよ。してませんし、そんなことないんだけど、一回そういうね、なんか、フェーズに走っちゃったことある。確かに。なんか、狂ってた時があって、結構なんか、インターネットの情報って今なんか、まあそういうのもそうだけど、まあね、まあ名前出したらあれだけど、片田さんとか、ひろゆきさんとか、ひろさんとか、いろんななんか情報があるわけ。なんか、その、ああ、やばいやばいやばい、有識者の人たちが。え、そういう人たちは、国会交換してんの？いや、ね、そういう人たちってやってることがバグってることも一部ではあるから、あ、一種ある、あったりするから、本人たちも自分で公言として、それが、でも結局本当かどうかは別として、でも言ってるから。え、ひろゆきさんとポリエモンさんの話が出たらどういうこと？結構バグってる系の話。あ、その、ネトリネトラレとかではなくて、別のジャンル。そうそうそう、ジャンル。そういうのを、なんかやっぱり、別にそれに左右されるわけじゃないけど、なんだろう、そういう情報を、なんか得たらなんだろうな。なんか俺もバグりしてみてえな、みたいな。ああ、だからその、非日常を味わいたい。なんかそういうのは、だからね、きっとそういうのがね、真似事にはなっちゃってるから、あんまりでも、そういう真似事ばっかするよりも、自分の考えを、なんか持って、さ、やった方がいいのかなって、最近思って。結構真似事多いの。人も。なるほど。特に有識者。なるほど。なんか男だったら一発これやってみねえ。なるわ。寝取られしてみたい。なんか、そうだね。一回ぐらいでそんぐらいやらしとかねえと、なんかっていう、よくわからねえやつ。あ、まあまあまあ、まあ否定はしねえよ、そういうのはね。なんか一発なんかよ。それが別に、まあ一回ぐらいはよく見えるか。え、だから、あれでしょ？どういうことって今あるけど、ほんと分かりやすく言ったら、嫁ちゃんが別の男性にスケベされてるとこを見てみたい。一回ぐらいはそれはいいんじゃないか。いや、あるんじゃねえか。いいんじゃねえかってなんだよ。一回ぐらい見たいなでいいじゃん。一回ぐらいいいんじゃねえかってな。一回ぐらいいいんじゃねえか。いいんじゃねえかってさ、そうやってさ、普通はなんかやらないことになって、別にそうじゃなくてね。例えば、これ絶対配信では言えないけど。配信中ですよ。そう、言えない内容だから。これ以上。あ、なるほど。だからそれはもう、今もう、これ今から、警察署に行っちゃう話だった。はい、あ、そう、言っちゃう話だから、だから、それは言えない。言えないんだけど、じゃあ、ダメじゃん。言えないから、それ言ってるようなもんじゃない。そう、男だったら、ね、ちょっと一発、花火。意味わかんねえよ。知らねえよ。言えない、この先。さすがに。やべえやつ。そう、だから、その花火をなんか一発。人生一回で、花火を一発。これ、あれだね。公安に見られてる話なんだけど。こういう、犯罪予備軍って。心配だよ。初耳すぎて心配だよ。犯罪予備軍として公安に目をつけられた可能性がある。よっちゃんが酔っ払ってふざけてさ、おい、嫁、頼むから、まっちゃんとセックスしてくれっていう現場、これ、2、3回ある。頼む
クソ酔っ払いながら、ベロベロになって、おい、あっちゃんとセックスしてくれ、頼むよって感じで。そう。でも、俺安心したのが、嫁ちゃんが、は?キモ?死ねえよみたいな感じの人だから。は?意味わかんない。死んでくんないんだよ。でもそれもさ、ま、そういうのってさ、俺も別にさ、なんかその、酒飲んでたりとかして、ちょっと、俺の中だと、それが例えばなんだろう、抹茶の中だけど、さすがに。もちろん。なんか半分、あれだよ。その、ふざけフェーズみたいなのがあった。やるなと思ったよ。心の中で。やるな、抹茶。むしろカエルみたいな顔してない。さっきそう言われんだけどね。だっておめえの親父にすごい似てるよ。ガマガエル。めっちゃ言うよね。よっちゃんも言うの。よっちゃん家に行って、よっちゃんの、お父さん出てくると、あ、ガマガエル。父のヨシシャです。よろしくお願いします。そう。めちゃくちゃカエルみたいな顔で。でも、ヨシシャの父です。って。本当に親父と似てるやん。めっちゃ最近似てる。最近似てるで、顔のパーツは母ちゃんなんだよ。あなんだけど、骨格が、ガマガエルになってきてる。でも、ヨシシャのヨシよろしくお願いします。って。僕さ、ヨッちゃんと一緒、ヨッちゃんの結婚式がマジで面白かった。ヨッちゃんのスピーチも面白かったんだけど、ヨッちゃんのお父さんがすげえ面白かった。どんな感じだったお父さん、こうやってさ、席回るじゃん。あ、どうも、ヨシシャの父です。いつもお世話になってますって言うじゃん。で、隣の席が最初だった。何の円卓か覚えてない。で、2番目の円卓も近かった。よっちゃんのお父さんの声が聞き取れた。で、3番目によっちゃんのお父さんが来た。で、最初の円卓で、どうも、ヨシシャの父です。で、2番目の円卓で、どうも、ヨシシャの父です。で、俺もまーちゃんもいるんだよ。会ったことあるんだよ。なんだけど、で、なんかその、テンプレみたいな感じで、どうも、ヨシシャの父です。つって、そう。全部同じで。で、俺多分思ったんだよね。ヨッちゃんの遺伝子があるから、覚えてないんじゃないかなって、その。そう。そうゲームの NPC みたいな感じで来たからあれ天狗ちゃんとクソ笑ったわね本当にそうプログラムされてみたいなプログラムされてそう喋り方がなんかさこう顎引いていつも言うのにどうもよしゃよしですよろしくお願いします似てるな似てるわあれもクソ笑ったわで、4個目の円卓行くときも、なんていうのかなって言ったら、どうもよしゃよしゃって。たぶんおめえもそうなるんだと思った。おめえもたぶん、どうしようってなったら、どうも、あがるし、どうも。まあ、昔はおじいちゃんに似てるから。で、最近お母さんに似てきたんです。お父さんには全く似てないんで。っていう感じですね。おじいさんはね、まあ、こんな感じで、まあ、どこに行くかな。もう、抹茶が生まれる前には、うちのじじいは、中学の時に死んじゃった。トンカチで頭殴られ、えつって、くも膜下出血になっちゃった。どういうことそれ、うん、おばあちゃんに、おい、誰か、トンカチで後ろ殴られてるって。大声で叫んで、うん、でも誰もトンカチで殴れないから、おばあちゃんが心霊現象になってると思って、そしたらくも膜下出血だった。で、それで。ああ、そういうことか、そういうこと。ああ、死んじゃった。ああ、びっくりした、びっくりした。ああ、そういうことね。ああ、そっか、そんだけいてんだね。いてっていうか、そう、もう。うちのおばあちゃんが、うちのおばあちゃん、キミコって。キミコ、誰かトンカチで殴れてる誰かがトンカチで殴れてるおい、なんで俺なんだおい待ってんの待って、おめえら。おいこっちじゃねえ、こっちに指さしてさ。なんで笑ったのこれさ、カメ。これ完全にさ、ふざけてんだ、おい。わらかすぎる。おい、これ、ひでえ。判定俺悪くない。どう見たってさ、あれってさ、笑わなきゃいけない。ちょっとトイレ行ってきたい。トイレ行きたい。ごめんよ。ああ。よっちゃんこんなにバロラントを起こして。え、さっきさんじゃんけじゃん。おお。
なるほど。おいしずー。おいちゃん。これか。え、これさ、手袋ないんだ。あ、手袋。あ、どうも、ありがとうございます。ちょっと、よっちゃんに最初食べてもらおう。いや、焼かない、焼かない。これ、生で食うんだよ。これ。生で食うんだよ。生のカニを醤油漬けしてるって感じ。いや、ビビってるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと、なんかさ、今日、全部その流れだったんで、俺の中で。なんでかっていうとさ、よっちゃんの、初めてさ、飯食うときの顔とコメントが俺結構好きなの。こうやってさ。ああ、うめえな、俺だ。うめえよ、つって。それを見てから食べる飯がすごい俺好きなんだよね。それが。俺と変わんねえのか、それ。俺と変わんねえのか。俺とかあんねえのかマジか。なしでいいかな、なしでいいんだ。なんか、つるんだっけ。あ、そうだ、そうだ。押して、ギュッて押して。押してだよね。なにこれ。うまみ成分の塊。うわぁ、幸せだ。いただきますね。うめえなこれ。え、当たり？あ、ちょっと自分が食ったところが良かった。あれかもしんない。わかんないけど。うまいぞ。別に。別にっていうか。これ、また行きたいな。あれで舌が汚ねえや、おめえ。舌が真っ黄色で汚ねえや、おめえ、俺。絶対がない。絶対がない。ねえ。うん。ねえ、汚ねえな。俺ちょっと手袋、あ、まあ俺もいいかな。はい。そう。ああ。まっちゃんが食べてるところなんて幸せなんだから。でででん、はい。俺もうね、本当にプロのカメラマンだからね。こう、ああ、そっか、縦にできない。うーわ、無理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 。いただきます。はい、どうぞ。どうですか？海食ってるみたいでいいや。おめえプロだっぺ、やっぱり。海なんです。涙が出たコメントの良さねよ。海だよ、うん、海食ってみていいよ。涙が出そうだよ、うん、コメントの良さに。涙が出そうだ、お前。いいよ、お前。うまそうに食う人はいいんだな、いっぱいな。なんで泣いてんの？あ、そうに食う人たちはやっぱり。ああ、いいもんだ、これ。うん。ビュッ、これちょっとアップでちょっとビュッて。うわあ、そこ行くのいいよ。ビュッて行け。無理。無理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 。イエス。ん？これ当たり。あ、うめえや、これ。ニンニクと、生姜揚げでうめえ。やべえ。うめえ、うめえ。これ、さっきよりうめえや。宝探し見てていいや。さっきのさ、とこよりもうめえ。うめえ。うん。さっきね、さっきのとこちくわみたいな味がしたんだよ。練り物みたいな。練り物。こっちうめえや。こっちがうめえ。こっちがうめえよ。梅もちょっと食ってみたからさ。いやー、これが、We are, we are, we are, we are, I'm a little bit of beanie.
マジうまっ。うおうまっでしょ。なんでか電池がうますぎて。さっきと一緒じゃねえか。さっきと一緒じゃねえか。やっぱりね、うまいもの食うと、涙が出るっていうのを一回体験しました。うまいもの食べたりしたら涙が出る。あと、うまいものを食べて、それを共感できる人たちがいるっていうと、涙が立つ。マシっそよ。マシっそよ。マシっそよ。ベリベリマシっそよ。マシっそよ。マシっそよ。